ジャッケン48番コンスタンチン・コバレンコ。続いては山上対コバレンコの対戦。山上選手の上段前蹴りヒットするかどうか、はい、といったところだと思います。星がいなくなりましたので一気にコバレンコが、まあ、本命という立場になりますが、はい、まあ、先ほどもコバレンコ選手強さを十分に発揮しましたから、はい、足掛け下段突き2本、はい、鮮やかに奪っていきました。さあここはコバレンコが少し前に出ていきます。足掛け、あれがあの彼の得意な足掛け下段突きですね。2回戦と同じようにこの足掛け下段突き技ありまず一つ奪いました。締め受けした足ごと相手の軸足を払いますから非常に厄介です。あれはこれ分かっててもなかなか、そうですね、分かっててももらってしまうと思います。はい、さあ山上反撃できるか。ただここも小林は前に出ていく。うーんと今のは技ありですね。技ありですか、はい、コバレンコの強さが際立ちました。圧勝でした。合わせて1本、コバレンコが準々決勝進出です。足掛け下段突き技あり合わせて1本勝ちです。審判退場してください。